記念物赤穂群落。樹齢300年ぐらいかな。この辺りには20本ほどの赤穂の木が自生してるんだよ。じゃあしんちゃんくん。立派な木ですね。あ、こらこら、じゃあしんちゃんくん、おてんばだね。こうやって木のうろを覗いてごらん。うろ？あ、これはもしや。ハート。そう、つまり愛。どんなに辛いことがあってもこの地は愛してくれるよ。はい、追ってから逃げ続ける私でも。南向きに生きよう。ん？この詩のキャッチフレーズだよ。過去を振り返らず、ひまわりのように太陽を見て、力強く晴れやかな人生を。ひまわりのように。ところでこの詩って、ここはどこですの？ここは南島原市だよ。長崎県のね。長崎？そう、ここは長崎県島原半島南部に位置する南島原市。約4万5000人が暮らす歴史ある風光明媚な土地だ。まさか武蔵駒に蹴り落とされてこんな遠くに流れ着くとは。とはいえ、生き方を変えたところで借金背負った現実は変わらないけどな。ん？誰も見ていないな。よし。ねえ、にしてるんですね。うむ、安全面は問題なし。安全確認はとても大切だからな。あ、なんだ、お前いたのか。楽しかったですね。な、何を言っている。私は遊具の点検をだな。というか、なぜお前が南島原にいる。リエールさんこそまた私に会いに来たんですね。いや、古い知人に会いに来ただけだが。私のことそんな見ん。なんでついてくるんだ。どうせなら一緒に行動した方が楽ですな。じゃあしんちゃんさん、リエールさん、見えてきたよ。おお、野生のイルカがあんなにたくさん。南向きに生きる人生に。え、え、君も一発決めちゃいなよ。どうした？うわあ、これだ。はい。なんだ、ジャングルビッキー。あ、あっちでイルカが跳ねたよ。イルカかわいいね。私も可愛いしかっこいいですが、イルカの方がいいに決まっている。うーん、で、リエールさんのお知り合いはこのイルカさんたちだったんですの？そんなわけないだろう。イルカウォッチングがしたかっただけですの？違う、これは向かうついでだって。奴らには人の足では会いに行けるんだ。ん？乗せてもらえるか？ありがとうな。リエールさんがご所望なら私に乗せてやったのに。あ、見えてきたぞ。どこですの？山しか見えませんの。お前も人ならざる身、その眼を凝らしてみろ。巨人ですの。ミソゴロウだ。
味噌が大好きで、味噌をもらっては山を切り開いたり畑仕事の手伝いをしたりしている。人間よりも猫の方が多く住んでいるという、あの湯島を作ったのも五郎なんだそうだ。ああ、リエル様じゃなかですか。何百年ぶりですかね。よう、ゴロ、元気だったか。ええ、リエル様もお元気そうで何よりですたい。悪魔の方とご一緒とは珍しかですね。はじめまして。ああ、これはご丁寧に。私、味噌五郎と申します。でけこんなでけえやつがリエルさんの側にいるのか。ミソゴロ、お前に恨みはない。だが南向きに生きる私の妨げになるのであれば死んでくれ。くらえ、ジャッジャトロピキック。くしゃー。おや、今なんか当たったかね。気にするな。ここは…何者ですか？ん？ここは世界文化遺産を構成する資産の一つ、世界が認めた原城跡です。誰ですのお前ら？私はシロウ、天草シロウです。シロウ？もしかしてお前もリエルさんのお友達ですの？お前、リエール様をご存知なのですか？